第19回衆議院議員総選挙は1936年2月20日に日本で行われた帝国議会議員の総選挙である。1936年1月21日、立憲政友会は衆議院に岡田内閣不審議案を提出した。衆議院の人気満了が近づいていたこともあり、岡田圭介首相は衆議院を解散した。 前年、岡田内閣は選挙の腐敗を是正するため、革新官僚の働きかけのもと、選挙粛清をスローガンとする、選挙粛清委員会令を直令にて交付し、選挙粛清中央連盟を結成していた。第19回総選挙は、選挙粛清中央連盟下で行われる初の選挙となり、買収、共和の取締りなどが行われ、政党も、 連盟の監視を意識しながら選挙戦を戦うこととなったが、それはあたかも選挙粛清中央連盟下で総選挙が運営されているかのような様相を呈していた。各党とも挙国一致体制の確立を掲げており、野党、声優会も政府に対しては、挙国一致性において、岡田内閣は弱体である。と消極的な態度をとっていた。また軍部、 革新官僚に対してもやや迎合的な姿勢が見られた。総選挙の結果、与党であった立憲民政党が第一党となり、逆に、声優会は鈴木,木三郎総裁が落選するなどの大打撃を受けた。このため、岡田内閣の政権基盤は安定化すると思われたが、総選挙からわずか6日後、2.26事件が発生し、岡田内閣は、 総辞職することとなる。北海道の思考担当で初めて総選挙が実施された。総裁イコール町田忠春、幹事長イコール川崎拓吉総裁イコール鈴木、木三郎、幹事長イコール松野鶴平委員長イコール安倍伊総初期長イコール麻生久総裁イコール和立、建造立憲民政党立憲政友会、昭和会社会大衆党国民同盟諸派。 中立補欠当選等立憲民政党立憲政友会所派中立ありがとうございます。